はい、ということでね、久しぶりの人狼殺やっていきますね。気持ち新たに、ちょっと初心に帰ってやっていこうと思います。すごいね、課金アバター、なんかいろいろ増えてますね。3種類増えたのかな、これ。いいですね。よし。ちょっと最近人狼自体あんまりやってないんで、ちょっとね、考察力をちょっと高めようかなと思いますね。朝が来ました。昨夜は誰も死にませんでした。よし。9番のプレイヤーは発言してください。おー、ちょっと待ってくださいね。1番さんが占いで、お、3番さんちょっと遅かったですね。1番さんが占いで、8白、はい、8白で22かなで、3番、ちょっと待ってね、ごめんね。3番さんが7番さんに白。うん。あ、カリードも出てるんですね。で、8番さんが霊能で、何番だ？住むらしいをもしてるのか。4番さんが、ちょっとね、ごめん、情報をまとめただけな。まあ、ロケットショーだったら仕方ないですね。うん。まあ、また2週目話します。ノイズが入ってる？なんだろう。なんの、どういうノイズですか？なんだろうな。1番のプレイヤーは発言してください。はい、ピキオカミと申します。よろしくお願いします。そうですね、3番さんの動き的に遅れてチャットをしてきたというところから、どうなんだろう、もう真確定させたくないっていうこともありますし、占い師に人狼が出るっていうことが多くのパターンがあるので、3番さんが、あ、これ強人出てないなっていうことで出てきた人狼の動きに僕は思えました。今日は僕からグレー釣りからでいきたいかなと思います。僕の城先が霊能者さんに刺さっていますので、ここを霊能ローラーしても何の情報も落ちないんですよ。なんだろうね。はい、占いの幅狭めたいので569から怪しいところ釣りたいかなと思います。7番さんの囲いの線というのは7番さんの意見を聞いてからしかわからないですね。っていたところですので、僕がまあ、なんていうの、クロス占いとまでは言わないんですけど、7番さんを隠しろにするかどうか、もしくは隠しろにするっていうのかな、占いして隠しろになるような占いをするって言えばいいのかな、うん、で7番さんに隠しろに作るかどうかっていうのも含めて、7番さんの意見聞いてからかな。7番さん黒いと思ったら僕は7番さん普通に占いますし、って言ったところですかね。はい、レイロラ、うん僕の城先が霊能 CEO ですので、皆さんの意見を聞きますが、僕的にはグレー詰めてっていうのが一番いいんじゃないのかなと思いますが、皆様いかがでしょうか。これレイロラですかね、はい、2になったら。どういうパターンが多いんだろう。2番さんどうぞ。2番。個人的には、ローラー大好きマンだから、はい、ローラー聖書なんですけど。から行きませんね。はい、霊能から行きますね。しかも8番さん釣りますね。お、おっちゃん、こんばんは。現場で場合に、おい、熱蔵マンが。1が破綻が見えるからですね。1が真かどうかっていう精査は、明日の結果と、あ、ちょっと集中しよう。ので、盤面上初釣りしか飲めませんね。1番さん、3番さんに、狂人が占いで釣りしか飲めないって言ったんですけど、だったら、霊能2人出てるじゃないですか。新郎新郎で見てるってことですかね。盤面的に釣りしか飲めない。なんでだ。今日は盤面上8番さんを絶対釣りますね。まあ僕は今日までの命なんでね。はい。これは確実に8番釣りますね。4の方がいいんじゃない？1番3目線が、ああ、破綻するからってこと？で、4進だった場合は、
8番さんでノイズします。なおかつ1番さんの占い結果が正であるということが好きです。ちょっとこの試合終わったらちょっと変えますね、ごめんなさいね。9番さんに関しては情報をまとめる時間しか使えなかった、当然です。僕がトップバッターでも LINE を見たいわけね。9番さんに関しては2周目精査しようと思ってますね。1番さんはなんか3番さんへの戦いとかがなんかちょっとあんま心配感じなかった。グレーから2番カリオですね。1番さんが行くんだったら4のですね。8が白出て、1番さんが言うのは4釣りなんですよ。で8が1番さん目線ってあって新境でしょ。だったら4釣って、8がですね、4黒って言った場合には8新っていうのが1番さん目線見えますからね。グレーから行くっていうのは飲めないですね。今日は8釣ります。以上。3番のプレイヤーは発言してください。はい、まず1番さんの2戦要素を挙げていきます。1番さんについてはグレー釣りから行くと言っていた、超人気局で、基本的には占い師が狼で出る場合が多いかと思うんですが、1番さんが霊能師から行かないといったことから、1番さん強人で霊能に狼が出ていることが確定しているために、霊能から行きたくないのかなという視点もありますというところで、9番さんに関してはまあ盤面整理だけというところで全く色は落ちない。まあ、9番さんが村でも狼でもそうなるかなというところで、2番さんに関しては2番さん狩人確定なので、精査の必要は基本的にはないと思っているが、8番さんから行くという情報釣りの観点としては2番さんに賛成ですね、僕は。うん、これで4番さんが8番さん黒を出せば、1番さんの偽が透ける。うん、18狼、どこかに強人というパターンはかなり、レアケースかと思いますが、というところですね。今日は、情報釣りの観点では8番さん、4番さんが明らかな出現などをすれば4番さんからも行く可能性はありますが、現状情報釣りという観点で8番さんですね。で、1番さんの黒要素ね、1番さんの黒要素、7番さんが、黒い発言をすれば7番さんを占えますと言っていましたが、白角を作りたいんですよね、1番さん。1番さんがもし真の占い師であれば7番さん白くても7番さん占うんじゃないでしょうかと思いましたというところかな。うん、現状は1番さん強人、霊能のどっちかに狼が出ていると思っているかな。あとラストフルーフがグレー1。1番さんのグレーから行きたいという発言は、強人っぽいなと単純に思っているかな。以上。4番のプレイヤーは発言してください。あ、そうなんだ。なんかセオリーわかんないんだよね、超人気村の。ロケット仕様ってあれなんだよね。霊能って、霊能も捨てれんだね。僕、占い師だけかと思ってた。そうだな。まあ、2番さんが言った通り、まあ、8番の色見るってだけで、まあ、そういくなら、まあ、それでいいんじゃない。でも、僕の偽も、あ、でも1番情報するんだったら8がいいのか。うん。4番さんも自分の偽持ってほしい。正直よくわかんないんだよね。うん。8が人狼だった場合、8が黒だった場合、1強人になるよね。なんだろうな、盤面的にもよく分からんすけどね。とりあえず回すね。2周目考えながら話すよ。5番のプレイヤーは発言してください。これ、霊能者2人って結構むずいですね。ほんまに。霊能者の部屋全然やったことないからさ、霊能二人出た時の見分け方がほんまにわからん。48でしょ？うん、2番さんの言うことは全然、うん、自分村人なんで賛成できます。8番さんつって4番さんの結果次第で1番さんの偽が透ける。うん。でも4番さんが結果語りするかもしれないから、でも1番のグレーから行くってのは自分全然飲めないですね。うん。8-4、8-4 二人出てるんで、うん、そこ、ローラ、霊の二人出たらローラするってことだけはちょっと知ってるんですよ。なんでやろうな、わからん。占いは1、2戦目で見てます。で、今日だから、8釣り飲みます。以上です。6番のプレイヤーは発言してください。はい、どうも。僕視点で言うのであれば全然グレー釣りも飲める。なんでかっていうと、俺視点で言うの、俺が自分が白だとわかっている上、7で囲いがなかった場合、5級にラストウルフというふうに考えられるから。それも3視点でも、3でもし、3視点っていうのは、7でもし囲われてなかった場合、8で囲われてなかった場合としても、
5級にラスト、俺視点で言うなら5級にラストウルフっていう風なところで俺は見えるから、3視点。3視点が普通に、4、8は俺新規を1、3進路で見て、なんでかっていうと、狼がこのリグレーションでは普通に、進路の方が俺は強いと思ってるから。で、別に俺が1が8を釣り押さなかったからといって、1、8狼なんてのも全然見てない。うん、もし、1、8狼でどこかに強靭潜伏してるんですよ。強靭何してるのっていう風に言いたい。っていうとこ。で、4、8の関してだけど、俺は全然どっちでもいいと俺は思ってる。なんでかっていうと、もし8に白、1が8に白が刺さってて、8が死んだも、4が狂人であったとしても、1、3にどっちかにご主人様が、4、8に、4、8神器を1、3神道と見た場合と仮定して、もし4が狂人だったとして、8に黒を打った場合、1が狼だった場合、破綻して、1を釣ってしまわなければならないっていう風な視点になってしまうから。っていうところを考えて、俺はグレー釣りでも全く問題ないと思っている。俺してもスッキリする。7で囲われてなかったら、5級のところラストウルフっていうふうに考えられるから。いうところですかね。まあ、2番さんの言ってる安定進行でデイロラして、その間に狼を見つけて、その1、3で狼を見つけてもらうっていう安定進行も僕大事だと思ってますけど、俺視点で言うならグレー釣りも問題ないます。とだけは言っておきます。これが自分の白アピだと思います。以上。7番。のプレイヤーは発言してください。はい、おはようございます。6番さん白いねと思ったよ今の発言で。霊能者から行くのは賛成です。で、6番さんに私どちらでもいいんだけど、あんまり2番さんと3番さんが言ってるように、なんか8番さんから行った方がいい、情報が落ちるってのはあんまりよくわかんないなっていう感じ。うん、ただ霊能者から行きます。どちらでもいいですけどっていうところで、1番さんに気になったのは、まあ、1番さん目線8番さんの白が出てるので、狼が釣れるのであれば4番さんだから4番さん釣りをしてくださいって言ってくれた方が1番さん白かったかな。だから3番さんがもし死んだった場合、1番さん狂人8、4どちらかに狼が出てるっていう視点かなっていうふうにも感じましたね。うん、なるほどなっていうふうに思いました。ただ今日は霊能者からいきます。うん、1番さん私が黒いと思ったら全然クロス飲みます。2番さん狩人で私スムラなんで全然クロス飲みますっていうところかな。うん。あとは3番さんの占い先も気になるかなっていうところ。うん、8番さん霊能者なんで、どこに白だし黒だし、ありますねっていうところ。ただまあ2番さんに従います。霊能者どちらでもいいです、正直。うん。6番さん破綻したら一釣りになってしまうから。ドンは8に絶対白を出すっていう主張かな。あんまり分かってないで正直。ごめんなさい。うん。どっちでもいいです。はい。8番のプレイヤーは飲まないから。してください。4から以外は飲みません。え、2番さんどういうこと？ね、俺に、ね、4番、まあ、絶対ではないけど、まあ、俺は狂人だと見てるんだけど、1が、1、3どっちか狼だと思ってるよ。ね、俺に何打とうが分かんないでしょ。俺の色見てどうすんの？何が分かるの？本気で言ってんの？何を言おうが、4はもう適当なんだから。黒言おうが白言おうが。そうだね。もう適当なの。何を見るって言ってんの？絶対飲まない。で、4はね、生存良くないから、俺、ほぼほぼ狂人と見てるよ。4はほぼほぼ狂人と見てる。で、1、3、どっちかに狼が出てると見てる。うん。で、1番は俺、3は7。まあ、3が人狼7かっこいい。まあ、はあり得ると思う。7番さんどっちでもいいみたいな感じ。で、6番さんの、グレー詰めかな？まあ、1番も言ってたんだけど、まあ、どっちとも捉えれるんだよね、6番。あれ、何なんだろうね、グレー詰めは。グレー詰め言って、白く見られようとしてるのか。でもね、今日多分グレーズメにならないの。それ分かってる人狼なのか、それとも、新教なのかな、なんだろうね、6番さんの出方。6番分かんない、あの発言は。で、まあ、9番さんは、ロケットで、まあ、色落ちしてない。5番さん。俺は絶対的に4番から行ってほしい。やっぱタミガ。っていうかね、ね、俺から釣る、4から釣るでもいいけど、ロラしてあと2ナーしかないんだよ、この人狼殺っていうのは。人狼2回釣れるの？ 9 番のプレイヤーは発言してください。
3番さんの出方についての考察をしてる人があんまりいなかったなっていう感じなんですけど、3番さん二世塾で考えた時に狼であんなに遅れて出てくるのかっていう視点がもうちょっと欲しかったですよねっていう点から考えると、3番さんは、まあ、新教なのかなというところで、でそうなると8番さんから、まあ、その辺のことを考えて霊能狼の可能性も考えなかったのかなっていうふうには思いました。で、6番さんの話、1番さんが、4番さんが、狼だった場合、4番さん狂人だった場合、1番さん狼で、8に黒を出したら破綻してしまうから、8からつっても4番さん白出しちゃうよって、どっちでもいいかな、レイララでいいと思います。タイミング悪い。1番のプレイヤーは発言してください。はい、そうですね、まあ、もう一回皆さんに説明いたしますね。3番さんの出方的に狼も十分あり得るなと思ったので、占いを確定させたくないということでね。ということで3番さん人狼で置いた場合、僕目線48に新教なんですよ。で、新教つったところでどちらが新かどうか僕も分かんないんですよ。9番さんが真かどうか、9番さん、あ、じゃあ、キスレ、8番さんが真か強か分かんないんで、別に8つったところで何の色も見えないんですよ。はい。で、そこでローラーするよりは、グレー攻めていった方がいいんじゃないかっていうことで、6番さんと7番さんの意見に、6番さんと7番さん非常に白くなりました。逆に5番さんがグレー攻めを、嫌ったんですよね。もし僕ここで、黒を当てて、明日ね、当ててしまった場合、もうこれで占いと、その、黒当てたところでもう縄足りちゃうんですよ。はい、っていうのを5番さん嫌ったのかなっていうことで、僕は今のところグレーの中で5番さんをサイクルで見ています。6番さん7番さんから黒要素は拾えなかったっていうか、黒要素が拾えないというか、6番さんの進行論にほぼ便乗いたしますので、僕はグレーからいきます。もう狩人がもうレイローラしたいっていうならしゃあない。でも、もう8番さん、もう4番さんが死んであろうと、もう8番さんは白しか出ないし、はい、もう全くの情報が落とせないです。もし分かるとしたら、8番さんつって4番さんが8番さんのことを黒って言ったなら4番さんの偽がわかるって、ただ僕から言わせたらただそれしかわからないんですよ。はい。だったらレイロラするよりグレーから言った方がいいんじゃないの。強人っていうことが48で強人っていうことを仮定した場合にグレーから言った方が狼に釣れるんじゃないのっていうことで、僕はグレーから押します。もう2番さんがもうロラで行くって言うんだったらしゃあないわ。はい、って言ったところです。わかるかな。2番、まあ、それもわかるけど、結局やっぱレイロラですよね。まあ、ロラっていうか今日霊能から行きましょうっていう話です。うん、で4番さんが明日の結果とね、考察とかで村が納得したのは4進進行してもいいしねっていう話なんだけど、まあ、1番さんに1個言うんだったら、まあ、グレーから行くじゃないですか。でグレーから行って白が出ました。で明日48を見せたら最速 PP なんです。だから明日の48の精査っていうのはどうするのか、明日をどうやってやっていくのかってところですね。ただ5番さんはサイクロで、まあグレー釣りもまあ分からなくはないですけど、1番さんは結構締めあるかなと思いましたね。発言的サイクか。じゃあ割と1番さんはしっぽかったけどね。まあ僕はそれでも8番さんつきたいですけどね。8番さんはね6わかんねえ、6わかんねえ、6わかんねえって6に触れてるだけで、で9、5、7の精査なく4から行ってくれっていうファッションのみなんです。ファッションというのは僕は精査の対象にしませんので、48比べて8番さんというのはもう、なんだろう、グレー精査もなければ、特に新要素が何一つなかったんで、8釣りでいいかなと思ってますけど。これって盤面的に8釣りになるんですかね。新に置けますかっていうところですね。9番さんに関してはね、ちょっと色を落としなかった、ね。どうなんだろうな。ピンポンになってたんでね、多分訪問があってっていう感じだと思うんでね。申し訳ねえ。ですけど6番さんはね、ピンポンなグレーから行くって言うんですけど、6番さんが言ってるグレー釣りを、行きたい理由ですね。そこをちゃんと明確に言ってくれてましたからね。8番さんは6番さんにこれをどっちと取るかなって言ったけど、6番さんは自分の考えですね。自分の狼の探し方ちゃんと開示しましたからね。6番さん現状は白いと思いますよ。だから7番さんが6番さん白いって言ったことも僕は違和感は覚えなかったから。ただ7番さんで1個引っかかったのはクロス占いでもいいよって言ってたけど、1は8に白なんで8霊能出てるんでクロス占いはないですね。1が7を占うことがあったとしてもクロス占いはないですね。まあ、そこは多分把握漏れだと思うんですけど、現状は8番から行こうかなと思ってますけど、1番が真に見えてますね。以上。3番
のプレイヤーは発言してください。はい、僕も割と8派なんですよね。いいです。僕的には1番さんから言ってほしいという気持ちですが、1番さんが霊能士から行きたくないで占い狼を強く追ってるんですよね。そのことから1番さんが狂人、8番さん4番さんに狼が出ているんじゃないかと思っています。どちらが狼かっていうのは分かりませんが、今のところ、4番さん、8番さん発言の内容も、8番さんの6番さんを、グレーツルの流れにならないから6番さんがそれで白く見せようとするという意見も分かるが、今日は8番さんから行きたいかな、僕は。情報釣りの観点という意味も含めて。で、5番さんに関しては、5番さん僕を信として見てくれると言っていたんだが、それが占いのすりより僕に占われたくない狼の可能性もあるので、一応5番さんも怪しく見ておくというところ。で、9番さんに関しては一番色が落ちません。9番さんが全く色が落ちないなという印象で、6番さんに関してはこのグレーツリー飲みますという発言がどう、結局4が偽だったらどう取るかなんですよね。逆に白くするために自分は釣られないと判断してのグレー詰めからいくという考え方もできる。まあ、シンプルに自分釣り飲みますっていうのであれば、6番さん今日釣られれば全然白いんですが、それを利用した、狼というのも考えられるのでというところですね。今日、霊能士から行くのであれば、8番さんから行きます。4番さんが黒。8番さん黒出せば、1番さんの偽確定という村目線になるのか分かんないんですが、4番さんがまあ偽で黒出す可能性もあるという。個人的には霊能は、やっぱ神秘低い方から、単純に神秘低い方から釣る派なんですけど。明らかな黒要素はないですが、情報釣りという観点で8番さんから行きますという感じですね。ライン以上。見ながら、ロラって手かけた方がいいのかな。プレイヤーは発言してください。グレーツリーって結構ムラきついんじゃないかな。だから6番さんグレーツリーを押すんだったら手前のグレーの5番さんの星座をしなかったし、5番さん結構怪しかったんだけどね。グレーツリーを押すんだったらこの星座普通すると思うんだよね。だから6番は全然白く置けないかな。で、その8がね、すごい生存欲あるんだよね。僕2番さんの言ってる、あの8番を釣れば情報が一番落ちるって言うけど、僕の偽を追わないのかな。単純にいいですよね、多分神秘低い方からでね、まあ、打てるわけですよ。そしたらもう情報も何もって感じないの。僕が何、明日どうせ2番さん噛まれるんでしょ。2番さんが今リーダーシップ取ってるけど、2番さん噛まれて、僕がね、死んだったら死んっぽいこと言ってたら残して死に進行もあれって言ったけど、もう気に噛まれてさ、どうせロラされるんでしょ。って感じだね。というのは、オクラも死んだから8から釣ってほしいかな。グレーから、絶対グレーの場面ではないと思うけどね。なんか人のジャッジメントでもこの村のコースやったことあるけど、絶対ロラからやってたし、レイの。絶対ロラから。あと3番さんは、まあ、わかりますけどね、グレー釣りたいっていう気持ちは。RCO はちょっと遅かったから、安定進行、占いが3周にならないように、なんか、後から出てきた感じで、ちょっと偽っぽさはある。それで、それで偽っぽさはある。まあ、でも便乗ですよね。言ってることからは、なんかそんな偽要素っていうのは拾えなかったけど。役職まで言ってほしかったかな。RCO の遅さからして、ちょっと偽っぽさはあるかなって感じかな。今日8番さんからかな。釣ってほしいです。内訳まで言ってほしかったですね。のプレイヤーは発言してください。めっちゃさ、1と3両方ぐらいの人に5が怪しく見られてるやん。3番は5がすり寄ってきたって。1はグレーズに飲まんちゃう。5はグレーズに飲まんから黒いって。もうこれで逆に白く見てくれへんかな。ロケットシートさ、ノイズなくなりました？カリウドのヒロコスに続いてスムラシーをしてんやんか。めっちゃプツプツ。それ言って、でさ、6番がさ、グレーズに飲めるんやったら、6番から行ってさ、別に9番の黒要素拾えんかったからさ、ピンポンなったぐらいやん、9番。ごめんね。グレーから釣れるんやったら、まあ、6番から行って、そんぐらい、自分がなっても白しか出んから、ほんまに自分がない、バチコリ飲めるから、ほんまに。8番はめっちゃファッション伝わってんけどな。ノイズ大丈夫になりました。よかったよかった。6番のプレイヤーは発言してください。まあちょっと5視点がちょっとわからんな。まあ2番さんに言うけど、俺は霊能に手をつけるなら霊能はロラするよ俺は。
うん。霊能は絶対ロラする。そこだけは言っておく。別に4番のシーンを決め打ってっていうとか、俺は絶対したくない。うん。そこだけは言っておく。霊能にも一回手をつけたなら霊能にロラをしたい。それは賛成。で、俺がなんでさっきグレーズリーを押したかっていうと、さっき説明しました。あと8番線に説明すると、俺が村だと分かってる以上、7で、3が7を囲ってなかった場合、9号のどっちかをもし釣った場合、村視点、俺視点が完全にスッキリするんですよ。俺視点が。俺の視点がね。まあ、8番視点はスッキリしないけど、俺視点はあくまでスッキリするの。もし、3が7囲ってなか、初日から囲ってなかった場合だったなら、まあ、後でね、お礼させていただきます。9号どっちかに狼がいて、例えば今日5を釣ったとするグレーズリーで。で、そして、5が占い、霊能からダブル白をもらったと。した場合、俺視点で言うなら、1、3がもし進路、4、8が新居置いた場合、家庭でね、家庭で置いた場合、俺視点は9が黒っていう風になるんだよ。言ってる意味わかるかな？初日に囲ってなかったね。1が7を占って1が7白、白白だって、5をつって5が、8、4が5に対して白を打った。ってなったら、俺視点はもう9が黒っていう風になる。例えばの話でね。別に9番さんが黒が黒っていう風になる。まあ、誰にでも言えますからね、それはね、グレー。そういう理由でグレー釣りをしました。ね、そこの説明です。でも、ご視点がちょっと分かんなかったな、そっちだってね。占い飲むしって、俺、相撲らしいをしたから、村と見てくれよっていう発言で別に俺は白くは見ない。とだけ言っておきます。以上。7番のプレイヤーは発言してください。なるほどね。まあ今日は霊能者行きます。8番さんに行きます。で、私も完成かな。結局ね、誰を釣りたいかっていうのはないですよね。完成したいかなって思ってます。うん、で、グレー触れてくけど、5番さんのイーブも分かる。1、3、どっちもに釣り先を持ってるから、僕白でしょっていうのも分かるんだけど、1、3もしどちらかに狼がいた場合で、3、5だった場合、あえて3、5、3、3、4を疑って、5番さんに失敗もあるから、それだけでは正直、こちらとしてはそれだけで白とは置けないかなっていうのは言っておきます。うん。で、本家6番さん2の5番さんっていうのは思ったよ。で、6番さんに関しても、白で囲えてない場合としたら、6番さん目線5級に2分の1のラストウルフいるっていうのもすごく納得できる。が、今日、それを言うのであれば、私の1周目の発言で囲いが見えたのか見えてないのかと、9番さんに関しての考察が欲しかったかなっていうところかな、6番さんに関して2周目は。で、9番さん、さんのが白く感じたな、2周目。あれ、なんだろうな、3番さんへのセーター？唯一占い師に、例えばこの人が死んだ、この人が偽だったら神教だとか神道だっていうのをつけたのは9番さんだけなんだよね。3番さんの使用の遅くさから神教目。一番村の精査をしてるのは9番さんかなっていうふうに感じています。グレー考察すると。かなぁ。まあ、今日は8番さん行きます。2番さんの指定に従いますっていうところかな。以上です。8番のプレイヤーは発言してください。で、1と6に言うけど、グレー詰めはない、今日。ね、5、6、9がね、かなり黒い人がいるならわかるよ。いるの、みんな目線。特にわかんないでしょ。5番なの、牛だ。わかんないよ、音質悪すぎ。で、6番、自分目線はって、自分目線なんていらないんだよ、俺たち。そうそうそう。俺たち君目線いらないの。言ってくれたね。ね、二度と言わないで。分かった。そうなんだよ。6番さん。二度と自分目線はって、自分目線号泣つったらって、いらないの、そんなもん。分かんない。そうなんだよ。君が黒か白なんか分かんないんだから。で、7番。そう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 。自分が黒って視点欠けてんだよね。で、2番が、で、3、4、完全に2番すり寄ってるからね、もう。カリウドだから。俺だから3番偽だと思う。1番のグレーズマンよくわかんない。4番の発言聞いた？ねえ、2番さんに、あなたどうせもう明日いないですよ。どうせ俺、ロラされるんだから、もう絶対ほぼほぼ強人だと思ってる。牛太は、お願いだから音質よくして。ねえ、音質よくして。今どうやって喋ってるかわかんないけど、まずスマホ加えてんじゃねえと思った。加えてるんやめて、まず聞こえないから。で、9番ピンポンになった。もうピンポンのイメージしかないんだけど、あなた、モニカ恐怖症さんっていうの。で、あなたね、うん、彼女が来たんじゃないの。で、もしね、俺と賭けをしよう。違います。もし彼女が来てるなら、俺を入れて。彼女じゃない来客なら4倍入れて。どうせ俺彼女にいいだろって主張か、お前。お前釣るぞ。俺に入れたら彼女来たとみなす。以上。今日4番お願いします。
投票を始めてください。いやー、どうしよっかな。まあ言ってることも頭なんだよな。違う、彼女いないし4番入れるか。何かの間違いです。8番のプレイヤーが選ばれました。もうちょっと一緒に戦いたかったですけどね。発言してください。4番、え、俺なんて言った。彼女が来たなら彼女来てないから。彼女考察いらねえんだよ。9番さんは彼女が来てなかったんでね。俺は信用した。9番白9番は白だわ、これ多分。なんかよくわかんないけど俺に誘導されて彼女が来てないから4番入れた。9白だね。俺あの3番の遅さと2番のすり寄りを考えると完全に俺3人外だと思うよ。明日絶対3番4番つって、あのね、これ84ロラするんだけど、これね、ほんとね、あと2回で人狼釣らないといけないんだよ。わかるの？彼女考察。で、俺3番人狼、相方は56になるんだけどね。牛だ！もう一回言うよ。お願いだから音質悪いからスマホは口の中から出してちゃんと喋って。以上。夜が来ました。目を閉じてください。牛だ！どうしよう。まあいいパッションしてましたね。どうだろうな。まあとりあえず明日4番さん釣りでいいと思う。でどうせ白しか出ないです。これ間違えちゃったな。あれを霊能がハンター判定になってね。朝が来ました。昨夜死んだのは2番。3番のプレイヤーは発言してください。5白8白。絶対これ彼女来てんだろ。これ3釣りでいいだろ、これ。なあ、これ3釣りでいいでしょ。絶対彼女来てる、これ。許さねえ。僕はアマゾン。一方僕はアマゾンなのに、この人は彼女が家に来てる。もうこれは釣るしかないでしょ、こんなの。3、彼女。彼女フラ。彼女フラね。彼女フラ。4番。のプレイヤーは発言してください。いや、8番さん白でしたね。で、8番さん昨日、まあ、死んだ時の発言で、3番さん人狼だ、3番さん人狼だって言ってたんだよね。うん、8目線僕の色が分かってないんだよ、まず。なのに、3番の人狼目が、っていうその真偽をついてたってことやっぱ、8番さん、まあみんな目線から分かりやすく見ると、8が強人だから、占いに人狼がいるっていうのは見えてたんだよ。蜂が強人だから占いに絶対人狼がいるって見えてたから、まあ、1か3どっちかに、まあ、黒にしたんじゃない。それでも自分が黒でも言えますよね、それは。でも今日僕釣ってはさ、8番さん強人でした。あでもまさか白出てるから、なんか3番さん待つか、霊能結果を受けてとか、なんか言うって話すことないな。え、グレーにいるのか。
3がニスならグレー、もしくは7番さんの陣もありっていう状況か。5番さん白か。まあ何とでも言えますかね、例の結果に関してはね。なんか精査がみんななんだろう、きっちりそんな視点なくて、なんか、いや、3番さん落ちたの痛いですね。なんかできてる、きっちり白いなって思う人いないんだよな。で、僕にでも昨日言えた人なんか村にないと思うけどね。こう、9はまあ割れのりでしょ。5は村にないと思うけどね。僕つってもあって、僕の8番さんは僕の色言っただけで、なんか、ああ、でもつくのか。占いに。ああ、なるほどね。よくわからないですね。5番のプレイヤーは発言してください。これ、聞こえやすくなったんすかね、これで多分。これ、1番さんが8白出したのに、霊能の部屋って1番さんも8に入れたりするんですか？え、ほんまに霊能の部屋やったことなくて、1番さんが自分で8白出したのに、1にし、入れるのがちょっと引っかかりました。あと3番さん聞こえへんし。で、4番さんが、8白です。8強人なんで、今日自分釣ってくださいって。そんな、シーンならもうちょっとなんか、自分釣ってくださいじゃなくて、なんか、締め取る行動しろやって思うねんけど、4番。なんで自分釣ってくださいって言ったん？で、9は悪塗りって言って、別に黒塗りまでせんかったけど。まあ確かにな。違う。てか、俺、白って言ったやん。白って言ったやん。もう、俺4番行くわ、今回。以上です。白って言ったやん。スムラシーよ。スムラギュータ。スムラギュータくん。6番のプレイヤーは発言してください。はい。ああ、接続切れか。多分今、タス切りかな、3番さん。3番の結果は、3番さん結果教えてもらっていいですか？いないのかな。占いませんかとかいうやつですかね。まあよくわかんないけど、まあ今日は絶対4番に行きます。そこだけは。ご苦労ご苦労。もうパンダか。ああ、なるほど。3視点っていうのは1ご苦労か1ご苦労で追ってるわけね。ご苦労。うわ、6の今のリアクション黒くせえ。じゃあ、じゃあ3視点っていうのは6級隠し色1ご苦労で追ってるってことね。なるほど。じゃあ、1視点は、俺の黒もあるし、7の黒もあるし、9の黒もある。という話か。うん。まあ、とりあえず今日は4釣りでいいと思ってます。はい。かな。4番入れますね、とりあえず。霊能に手をかけたなら確実に霊能に手をかけます。はい、以上。7番のプレイヤーは発言してください。はい、おはようございます。うん、今日は4番さん完遂させていただきますっていうところかな。ほぼほぼ霊能者は心境で見てますけど、4番さんがでもね、もし強人西だったら8番さんに黒とか出してたりするのかなっていうふうには思えるけど、っていうふうには思うけどね。何なんだろう。かなぁ。まあ、3番さんが占えてないとかなかったんでよかったです。うん。5番さん黒。はい。把握しましたというところです。ただ今日は4番さん釣りなんで5番さんには手はかけないですよっていうところかな。以上です。9番のプレイヤーは発言してください。あのな、ピンポンはな、彼女じゃねえんだよ。アマゾンなんだよ。わかるか？なのに、3番、シロキュンは、ね、彼女が来て、占い、まあ、そういうふうに。まあ、で、まあ、4番さんに、入れた理由なんですけど、8番さんの言ってること、まあ、パッションは強みだったけど、言ってることはマットだったと思う。うん、1周目、2周目。うん。1周目は、4番はどうせ偽なんだから、白つけば黒、ラインを見ようも、4番は偽なんだから、どっちでも情報ないでしょっていうのは、マットだったと思うし、
2周目の発言も、6番さんに対して自分視点の話なんていらないんだよってね、僕が言いたかったことを全て言ってくださいましたね。うん、っていうところで、まあ、単純にやっぱ霊能ロラするんだったら、あの新芽の低い方、2戦目に思ってる方に入れた方がいいんじゃないかなっていうところで、まあ、単体で、まあ、その話、どうしようか、まあ、しちょっか。4番さんはね、1周目にちょっと言えなかったんだけど、自分の2戦を追わなかって、なんか一瞬言ったんだよね。それもちょっとよくわかんない。なんで自分を2戦に見てほしいのかわかんなかったっていうところと、8番さんの言ってることは単体で、まあ、納得できたっていうところから4番さんに入れた。まあ、今日は4番さんでいいと思うし、4番さんに真だったらね、ここでね、グレーのね、考察をしっかり落としてほしかった。特に1番さんがね、ゴーしろって言ってんだから、いくらでも言えたと思うからね。うん。まあ、教師の人間は絶対、そういう情報を残すべきだったっていうところかな。ん？チート？ん？まあいいや。ですね。まあ、今日は4番さん釣りで、うん。レイノロラは絶対完遂。完遂絶対。これは絶対ってところだな。で、そうだ。言いたかった。6番さんの、あのね、5黒。3番さんが5黒って出た時のリアクションがめちゃくちゃ黒く見えた。あ、5に黒出すんだ。ふーんって感じだった。6番さん黒目。1番のプレイヤーは発言してください。発言してください。はい。まあ、昨日8番さんに入れた理由としては、僕目線8番さんマックス強靭ですので、はい。どちらが強靭かなと思った時に8番さんが言ってる意味が分からなかったので8番さんに入れさせていただきましたが、4番さんのシーンがあるとも思いません。いくつか偽っぽいなっていう点もあるので今日は完遂していきたいかなと思います。でですね、5番さんが発言終わった後に3番さん5番さんに黒出すのはそれは卑怯だなと思ったんですけど、まあいいわ。そこは6、7、9の精査なんですよ、僕の中だと。非常に広いんですよね。非常に広い。9番さんの6番さんへの指摘も少し納得する部分がありましたが、未だ6番さんは白いのかなと思います。っていったところかな。はい。今日は4番さんに入れます。っていったところですかね。はい、以上です。僕のことは黒く思ってるのかな。7番さんのことは黒く思ってるのかな。1番さんは違う、私じゃありません。何かの間違いです。うーん、今んとこ真に見てますけどね、1番さんのこと。うーん、4番のプレイヤーが選ばれました。まあちょっとあまりにも6番さんの反応は黒かったので、まあちょっとフェアじゃないかもしれないんですけど、タイミングとしてもなんか4番お黒を出したかって感じのリアクションでしたよね。発言してください。1番さんが信じられないなら4番さんか3番さんに人狼がいるってそういう目線を持つはずなんだよね。1番さんが信じられないなら4か3かどっちか人狼かわからないけどどっちか人狼かもしれないってそういう目線を追って4とのライン3とのラインでそのグレーの6、7、9から精査するっていう動きが全然見受けられなかったから、1番さんの新要素としてやはりなんかちょっと薄くなってきたなと思っています。はい。だから本当に5番さんはちょっと黒いんですよね。その6、7、9の中で、まあ、ダントツで5番さんがなんか、なんだろう、グレーになんか精査をする気もないし、なんか本当に黒いんですよ。で、なんか僕もなんか占いの例のロラを飲み込んだら何で飲むんですかみたいな言われたけど、別に、さ、当たり前じゃないですか。村目線飲めないでしょ。まあ、5、6どっちかに狼そうですね。うわ。夜が来ました。目を閉じてください。お、K さん。ゲーム記録だけ。護衛先など、護衛先、あんま意味持たないと思いますけど、初手で仮の使用してるんで。ゲーム記録って、あれでしたっけ？また終わったら教えていただければ。そうだな、まあ、3番さんからすると何だったっけな。朝が来ました。あ、忘れちゃったな。違う狼だから。昨夜死んだのは。あ、かまれちゃった。
9番。1番のプレイヤーは発言してください。はい、もう無能だわ、俺。もういいわ、もうこれ。もうわからん、6、7。もう俺から言えるのは3番さんから言ってほしいっていうぐらいだわ。あ、もう無能すぎるわ、もう。あー。頑張れ。二人狼やろ ?3 で36か37やろ3、4? もうちょい話したかったな。さすがにないと思うから。あー爪を押したのは。いやー、9行かれるか。俺目線6か7行かれたら片方が人狼だからと思ったんだけど、もうこれ決め打ちだよね。3はなんか1の偽要素って言ってたけど、6番さん7番さんどっちが無理かわからないが、もうちょっとしっかりメモ取ろう。3番3に入れないと PP で負ける。チュッチュッ。もういいわ。もうこれで負けるなら負けていいわ。もう3番3に入れてほしいっていうぐらいしか言えない、俺からは。もう分かんない6、7についてどちらが黒いかっていうのは。チュッ。俺が無能だったっていうだけだ。でも3番さん出るかな。あんなに遅く出ますよ。3番さん行かないと PP で負けっていうぐらいです。申し訳ないです。もうそれぐらいしか言えません、僕からは。もう僕は3番さんに入れます。3番のプレイヤーは、まあでも3番さんのセンサーと先ほどは呼吸切れしてしまって申し訳ないです。入れ直したので、まず5番さん占いの理由を言います。5番さん占い、先ほどの話ですね。5番さん占った理由については、まず5番さん、1番さん強靭で僕置いてましたが、1番さん狼と考えるのであれば5番さんを怪しんでいたんですよね。なので狼であれば2日目に白を出すというのが結構多いことなので、1番さんが5番さんに白を出すことによって5番さん比較的相対的に白くなるのかなと思って5番さん占った。5番さん黒で、この後僕占い位置としては1番さんしかいなかったので、1番さん占ったら黒と出ました。なので1号人狼84のどちらかが強人という目線になります。5番さんの発言については先ほど僕入れてなかったので聞けてはいないんですが、6番さんの発言も聞けていないんですが、まあ、5番さんと、5番さんの発言が聞けていないので、うん、という感じですね。まあ、5番さんに関しては黒要素という先ほどの発言わからないのでと言えないですが、1番さんに関しては4番狼を追いましたよね。1番さんもし真の占い師であれば超人じゃどこという話になってくるんですよ。4番狼は絶対にない、うん、ところから、今日は絶対に5番さんから言ってください。5番さん行かないと負けます 100%。 5-1 が残るので僕釣られた時点でゲームが終わります。絶対に5番さんから言ってください、うん、5番さんについては僕を新目で見るという発言は僕に占われたくないすり寄りの発言だったと思っています。まあ、出方抜きで見ると3、6、2、狼かなっていうところですよね。で僕が他のとこ占うで白が出る、それを狙ったんじゃないかなと思っているかな。出方的に強靭な気がするんだよな、うん、なので僕は6番さん占わなくて5番さん占ってよかったと思ってます。5番さんから言ってください。以上。5番のプレイヤーは発言してください。3番にそのまま返すわ。1号がシーンとスムラやねん。わかるか、これ6、7説得せんとあかんわ。6、7説得っていうかどっちかに多く見ておるけどさそのまま返してないです、ね、3番が偽やねん。牛太昨日の段階でクソラ立つわ。あんな、なんか遅れてきて5黒とかわけわからんやろ。牛太3番発言してないけど3番に一切黒塗りせんかったで。3番発言聞けてないからわからんしか。狼やったら俺今日3番釣りって言うやろ。1に白もらってんねんから。それで5黒追う、6、7はそれで5の黒追うのは無理やわ。で、すり寄りって言ってたけどさ、1番がグレーから行くって絶対どうだ、あの霊能から行く場面でグレーから行くって言ったから3番ちょっと死んで見たけど、それ以外なんもないやん。それだけですり寄りって見るのきついわ。とりあえず3番行かないと、あの明日絶対 PP で負けます。それしか言えません。いやー、僕は牛太のことを逆に理論で白く見ちゃってるますね。6番3番への精査が全くないですよね。
2星しか言ってないし。俺視点は完全にスッキリしました。37ジンジンか1号ジンジンでしかない。お、俺が1通かよ。あの、3番の2星要素言っとくわ。3番の2星要素。ああ、すごい自分目線で話しますね、6番さん、ね。6番さんの話は聞く必要がない。6番さんの聞く必要もあるけどねって言ってるけど、3視点ってのは1号ジンジンでしかないんでしょ。1号ジンジンってことは俺の話聞く必要ないよね。そこが3の黒要素、2星要素。で、1視点っていうのは。通回とか言いますかね。9に白が刺さってて、6、7に、あと1人狼っていうところで、俺は1の方が真に見えるんだけどね。まあなんでかって全然盤面が見えてない感が普通にある。考察からも。で、5も、5の白要素として、4の2攻めをちゃんと言ったんだよね、昨日。で、3のね、時系列がおかしかった、発言の。そう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 。うん、それは確かに。37人人、84新居。で、俺は提出するわ。うん。負けたくないけどね。37人人で俺見てるよ。今のところ。37人人、84新居。うん。1号人人か37出る。俺が1人人言いたいだけやん。完全に俺視点が。で、7番は俺に黒を塗るのかな。5にしか黒塗れないよね。3視点、7視点っていうのは俺の黒もあるかもしれない。まあでも6が狼だったら、見てて1黒を見てます。ねえ。俺は自然的に確信。5を釣り寄せば楽。だから俺に黒を塗った瞬間おかしくなる。だから3の偽要素はそこかな、まず。俺の話は聞く必要がない、3番は。以上。7番のプレイヤーは発言してください。発言してください。私目線1号か36ってことですよね。4番さんで落ちてなければ。1号ではないですね。6番さんが今3番さんに行くってことですよね、今の発言。そう取っていいですよね。そうなると3、6がなくなるんですよね。あるのか。ってなると1号なのかなっていうふうに思います。1号。もし3の狼だったらもっと5番さんと1番さんの偽要素を上げてもいいのかなっていうふうに思いますね。そうだな。3が5に来るでしょ。3番さんの偽要素としてはどうだろうな。なんだろう。曲げれないな。で、1番さんに関しては、昨日さ、9番さん白いって言ってたよね。なんで9番さんになったのかなって思った。かな。だからそこだけ引っかかってるんだよね。だからやっぱ1番さんって最後の発言、9番さん白いって言いましたよね。なんで9番さん占ってるんだろうっていう感じ。言ってなかったですよね。うん。かな。いや、みんな黒いな。7番さんも決して白くはないんですよね。5番さんもだって、初日だって6から行くしか言ってないんですよ、2周目。ごめん、これ36狼だったらうますぎるね、ライン切りだったら。ごめん、6番さんが白すぎるよ、これ、初日から。ごめんね、5番さんも白だったら。6番さんと3番さんの狼追えないわ。5番も。やっぱ1番さんが9占ったのはちょっとよわかんないもんだって、白いって言ってたから。え？じゃあ5番さんかなって思う。5も6も白だったら。6が白いかな。おかしくないですか？投票を始めてください。これ7か？だって自分狼っていう主張になりますよね、それだったらね。3番のプレイヤーが選ばれました。終わらない。3番のプレイヤーは発言してください。はい、僕が釣られて終わらないということですね。僕が釣られて終わらない。明らかに6番さん黒かったと思いますよ。僕は6番さんかなり黒かったと思います。6番さんが人狼だと僕は思っていますよ。5黒って言っとるやんけ。かな？僕は6番さん人狼だと思っている。っていうのを挙げておきます。やっぱ強靭な気がするんだな、出方からしても。この後。この発言的にも強靭な気がする。一番さんが噛まれます。
はい。6番さん、7番さんで叩き合ってください。夜が来ました。目を閉じてください。盲人のふりしたいのかな。うわーみんな黒いな、どうしよう。5番さんの黒さとしてはもう結局決定打がないんですよね。なんかこの人黒とかも言わないし、1、3の精査を全くしてないっていうところと、まあ、単純に発言が薄すぎるっていうところが黒要素かな。牛タ、あと音質代わりには黒要素。6番さんに関してはやっぱ自分目線の話ばっかりしてるっていうところと、4が8に白を出すって言ってたのは、朝が来ました。いや、8に白を出すって言ってたのかな。まあ、結論がよくわかんないよね。グレーの精査もないですよね。誰も死にませんでした。7番さんに関しては、まあ、印象が薄いのと、発言してください。7黒。3番破綻してんじゃん。3番。あ、じゃあ6白。え夜にスキップしました。えゲーム終了。あ、37か。8、9を。あ、バグがなんかあったんですか？あ、1番さん噛めなかったのか。なんかバグあったんですかね。まあ噛めなかった時点でっていう話ですよね。3番さん偽 CEO してるし。37か。でも5番さんよくあんな遅く出てきましたね。あんまりタイミングとかは見ない方がいいのかな。ゲーム記録これですよね。ゲーム記録、あ、じゃあこれか。狩人は9番5、イエーイ。一番さん強靭でしたね。まあどうせ噛まれますからね。2番さんは。そうだなぁ。まあいいか。まあ楽しかったですね。彼女考察が楽しかったっていうことで。